アウトローの世界へようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます。本日のニュースは、湯山さんと、タイソンさんの電撃コラボからご紹介させていただきます。直接、対面することで、お互いの思いが通じ、タイソンさんも納得されているようでした。一部では、台本と揶揄されることもありますが、台本だとしても、 この事実に対して話したからこそ起きた話題でだと思います。見せ方が台本だとしても、話した事実は消えないと思いますので、仮に台本だったとしても、真実を継承しているので、ノンフィクションではないかと思います。この概念は、刑事訴訟法の考え方の応用です。違法捜査で得た証拠を採用できるのかといったら、そのまま、 全ての証拠とすることはできません。これを違法証拠排除法則と言います。明文はありませんが、憲法31条、将来の違法捜査の抑止、司法の連結性の3つの観点から作られた法則でございます。今回は、この法則を逆転の発想で捉えてみたいと思います。YouTube は、エンタメという側面を持っているので、白の発表の仕方を、 エンタメ加工をしたとしても、それは、白が継承されているのではないかと思います。これは、あくまで、私の見解です。実際に、何がどう行われたのかは、立ち会った人しか知り得ません。受け取り方も人それぞれですので、やゆに対して、批判をするつもりもありません。このやりとりに対して、内藤さんが、次は、木村兄弟だと、いう動画を投稿されておりました。 ここに関しては依然として火花が散っているように思えます。落としどころがどうなっていくのか気になるところではございます。最後に、ついにドラゴンの佐々木さんが登録者数4万人を達成いたしました。おめでとうございます。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。ご視聴ありがとうございます。